調査は6月3日から7月17日までの間 JAF と警察庁の合同で県内3カ所で実施されました JAF 広島支部によりますと広島県の6歳未満のチャイルドシートの使用率は71.2パーセントでした去年の調査より10.1ポイントもの減少となり全国平均の76.0%を下回りました。また 広島県を含む全国でチャイルドシートが正しく車に取り付けられていたのは 61.、61.9%にとどまっています。JAF 広島支部は、「チャイルドシートは正しく取り付けていないと最悪の場合、命を落とすこともある。体格に合ったハーネスの位置やねじれを確かめてほしい。」と呼びかけています。